好きな動画を見るだけで遊び感覚で稼げるなんて最高じゃないですか。今回の動画ではエクサたった10分で確実に5000円以上稼げる方法を紹介していきます。それは怪しくないと思う方がいるかもしれませんが、実際にも話題になっている TikTok ライトを使うと簡単に稼ぐことができます。しかもこれをやるためスマホさえ持っていれば誰でも無料で始めることができます。なので今回の動画ではエクサ TikTok ライトで簡単に稼げる理由、10分で確実に5000円を稼ぐ方法、さらに寝てでも自動的に稼げる秘訣を流れで紹介していきます。これを学べば普段の通勤の時間や隙間時間を有効に使いながらお金を稼げます。それで稼いだお金で自分にご褒美したり家族にプレゼントしたり、さらに高みを目指す方なら自分への投資することもいいですよね。興味がある方は絶対皆さんだよね。 OK Let's go。 OK まず簡単に言えば TikTok ライトは初心者でも無料で始められるポイ活です。ポイ活かと思う方がいるかもしれませんが、安心してください。 TikTok ライトはちゃんとお金を稼げます。普通のポイ活なら、なんかいろんなサイトに登録したりアンケート書いたりしてすごく時間と手間がかかります。それで頑張っても2ヶ月で数円か数十円しか稼げません。ただし TikTok ライトは違います。実際に僕は10日間軽くやってみた結果、思ったよりポイントが貯まりました。しかも1日10分しかかかんないので、時給に換算すればかなり効率がいいです。あなたも後ほど紹介するやり方で設定すれば簡単にこのぐらいにできます。またポイントだけかよと思う方は安心してください。動画の最後にちゃんとそれを簡単に経験化する方法も紹介しています。気になる方はぜひ動画の最後まで見てください。え、そんなに甘い話があるの？と思いますよね。実際に TikTok ライトは TikTok の軽量版であって、テレビにも取り上げられた話題のアプリです。なのでさっきではありません。そして TikTok ライトは TikTok と一番大きな違いがポイント機能がついています。好きな動画を見ながらポイントを貯められることが結構いいですよね。貯めたポイントは PayPay だけではなく Amazon ギフトカード、auPay、人気商品のギフト券などに変えられます。スキルも知識もいらない隙間時間で稼ぐにはぴったりのアプリですよね。また動画再生だけではなく、例えばチェックインでもらえるボーナスとか、20分ごとに受け取るボタンを押すとか、3回いいねするなど、ほとんど簡単なタブ数だけで稼げます。その中でも僕は特に2種類方法をおすすめします。1つ目、動画の自動再生です。 TikTok ライトで動画を見ながら稼げることはすごく魅力的ですが、毎日ポイントをもらうため3時間もかかるなら考えるだけで大変ですよね。しかも定期的に手動でスクロールする必要があります。こういう時にもし動画再生自動化させられる方法があればかなり楽になります。このやり方を使えば、たとえ他のことをやっても寝ていても収益が自動的に発生します。自分のことをやると同時にコツコツポイントを貯めたい方はぜひこの方法を使ってみましょう。具体的なやり方は後ほどで解説するので、ぜひ最後まで見てください。2つ目の方法は、たった10分で5000円を稼げます。簡単に言うと、現在 TikTok ライトでやってる友達招待キャンペーンをクリアすることです。紹介した友達が TikTok ライトに利用することで報酬をもらえるという簡単な仕組みです。過去にも TikTok ライトは4000円のキャンペーンを実施していました。今回さらに増額して1人友達を紹介すると5000円もらえるようになりました。これを見てちょっと友達に言いづらいと思う方がいるかもしれませんが、実際にこのキャンペーンの仕組みは自分がもらえるだけではなく、条件をクリアすると友達も5000円のポイントをもらえます。お互いにとってメリットしかないです。しかも1人で5000円、2人で1万円、特に人数制限がないので招待した人数に応じてその分の収益が発生します。またキャンペーンによって実際にもらえる金額はさらに高くなる場合があります。ポイントはお金じゃないじゃんと思う方がいるかもしれませんが、キャッシュレースが進んでる今、百貨店、コンビニ、タクシー、いろんなところでそのままポイントを使えます。ある意味ポイントは現金と同様に使えるので、 TikTok ライトで稼ぐことはお金を稼いでるようなものです。また現金の代わりに使うことはある意味手元にあるお金を節約できるので、お金が増えれば生活の余裕も出てきますよね。ただしこれは無限に稼げるわけではありません。考えてみてください。そもそもなぜ TikTok ライトはこのようなキャンペーンをやるのか。実はこれが集客目的でやってると考えられます。なぜなら TikTok ライト以外にもたくさんのアプリがあるので、激しい競争の中で勝つために
ポイント機能つけることが間違いなく集客しやすくなります。そして今回のキャンペーンは日本独自のキャンペーンなので、日本の人口はこれ以上増えない限りにユーザーが増えなくなったら、このキャンペーンはいつか終わってもおかしくはないです。また増加したということは、これから TikTok Lite に参入してくるユーザーがさらに増えるという予測できるので、それでキャンペーン終了のスピードがさらに加速します。僕はこの動画を見てのあなたにもしっかり報酬を受け取ってほしいので、TikTok Lite で高額の報酬を狙うなら、まだキャンペーンが実施している今、エグさんこれから紹介するやり方でやるのをおすすめします。 OK、 スマホだけでのやり方は基本4つステップでできます。ただしこの中でもいくつかの注意点があるので、間違ってしまうとせっかくもらえる5000円が0円になってしまいます。また特に注意すべきな点は2番、もし招待リンクからアプリを入れなければ5000円もらえないので、ここは気をつけましょう。招待リンクは概要欄に貼ってあります。では一緒にやっていきましょう。1つ目、 TikTok をアンインストールする。非常に大事なことですが、友達招待キャンペーンは新規ユーザーが対象となります。つまりすでに TikTok アカウントを持っている方は対象外になります。なので対策としては TikTok アプリを一度アンインストールする必要があります。やり方としては、まず TikTok アカウントを開いてマイページから設定とプライバシーをタップします。そしてログアウトをタップしてからアプリを削除すれば OK です。またたまにしか TikTok 見ない方はアカウントの削除の方が確実です。アカウントの削除の方法は、マイページから設定とプライバシーをタップしてから一番上にあるアカウントをタップすると、アカウント利用停止するか削除するを選択できます。これをやると確実にアカウントを削除できます。そしてアプリを中押ししてアプリ削除を選択するとアンインストールが OK です。2番目、招待リンクでアプリをダウンロード。ここで気をつけてほしいのが、 Wi-Fi は絶対にオフにすることです。実際に Wi-Fi につながったままでやるとエラーが出るというたくさんの声があったので、ここは気をつけましょう。そして Wi-Fi をオフにしてから概要欄のリンクからアプリをダウンロードします。3番目、新規登録後24時間内に報酬を受け取るを押して報酬を確認。招待リンクをタップしてからアプリをダウンロード画面に移れます。ここで注意してほしいのが、アプリをダウンロードした後に絶対に開くをタップしないことです。これをやると5000円の報酬をもらえないので、ここは気をつけましょう。そしてもう一度招待リンクに戻って、ここからアプリを起動して参加するをタップすれば OK です。ここは非常に重要なところなので間違えないようにやりましょう。続いてアプリを起動できたら、すでに TikTok を使っていた方は新規のメールアドレスでログインしてください。ちなみにこのキャンペーンは18歳以上が対象なので、生年月日は間違えないようにしてください。そして登録が終わると報酬ゲットしようが出るので、下の報酬を見るをタップします。ここでお友達招待報酬にポイントギフトがあればこれで OK です。4つ目、10日間チェックインタスクをクリアしてロープを外す。ここは最も重要なところです。ここに書いてあるように、10日間連続でチェックインをすると報酬をもらうロープが解除されます。そう言っても、ただ毎日チェックインをタップするだけで簡単にできます。そうすると10日間チェックインボーナスを捧げれば5000円のポイントを簡単にもらえます。その後好きなものと交換すれば OK です。今回の友達招待キャンペーンはおそらくユーザーが増えなくなったら終了だと思います。しかしキャンペーンは終了してもユーザーが離脱しないように、動画再生でポイントが貯まる機能はずっと使えると推測できます。しかしずっと動画を見てると疲れてしまうので、こういう時に自動再生の機能を使うと楽になります。やり方としては、まず動画再生中の画面を中押ししてから右から2番目の自動スクロールをタップします。これをやるだけでスマホ放置しておいても他の何かをやってる時に動画が自動で次々再生していきます。また裏技としては、スマホのスリープタイマー機能をおすすめします。まず音量最小にして明るさ0にしてからスマホの時計アプリを起動してください。そして右下のタイマーをタップしてからタイマー終了時をタップすると、一番下にある再生停止を選択できます。これをタップしてから動画再生でポイントをもらえる時間と同じような時間を設定すれば、時間になると TikTok を自動で止めることができるので、これを使えば寝てる時にスマホを朝までつけ放ししなくても済みます。これでどんな時でも動画が自動再生されていて勝手に稼いでくれます。すでに知ってる方がいるかもしれません。実は PayPay アプリの資産運用を使うと簡単にポイントを現金化できます。まず流れとしては、
資産運用をタップすると、こういう画面が出てきます。そして一番下までスクロールすると、このようなランキングが出てくるので、ここで PayPay ポイントで投資信託を購入できます。これができたら、買った投資信託を売ることによって、PayPay マネーとして出金できます。難しそうに聞こえますか？これから X を紹介する手順でやっていけば、実際に誰でも簡単にできます。例えば、まず2位の銘柄の一つをタップして、下の積み立て買おうを押すと、こちらの画面で金額を入力できます。ちなみにこの方法は100円から現金化できるので、心配する方はとりあえず100ポイントで試してみてください。続いて、PayPay ポイントを使うにチェックを入れてから、下の青いボタンを押すと、このような簡単な説明が出てきます。問題がないと思ったら、確認した上で購入するをタップすると、投資信託の購入が完了です。そして注文してから、資産額への反映は2日間かかります。2日後に資産額のところに、このようなデータが表示されるので、自分が持てる資産額を押していただくと、この画面で売るをタップしてください。そして下の全額売却するを押すと、今持てる分の銘柄を売ることができます。最後にこの内容で売るを押していただくと、これで売却は完了です。そうすると2、3日後に売却した分の金額が PayPay マネーに反映されます。また PayPay マネーに関しては、銀行口座への送金が可能な PayPay 残高になっているので、ここで出金することができます。やり方としては、PayPay アプリのウォレットを押してから、右上の内訳出金をタップすると、ここで PayPay マネーでの出金ボタンを選択できます。ここをクリックすると、次の画面で自身の銀行口座を設定していただければ、そちらに出金可能になります。これをやるだけで、簡単にポイントを現金化できます。そして最後になりますが、今のところはポイントの現金化を直接的に規制する法律は存在していませんが、簡単にお金を稼げたとはいえ、違法の道に進んでしまった人はいなくはないです。なので皆さん今回の方法を使うときに、必ずルールを守った上でやりましょう。またお金を一時的に稼ぐだけではなく、稼いだポイントで副業や投資に関する本を買って勉強したり、得た知識で実際に自分で資産を運営したりするようなやり方を使うと、後々人生の大きな資産を構築できます。興味がある方はぜひやってみてください。最後にもし今回の内容がいいねと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。では See you next time.